ちょっと来たんじゃねえの。うわすげえ。おお、角島は今日は最高じゃんこれ。うわこれマジ感動やわ。いい最高。これがかの有名な元の角島神社でございます。最高じゃないですか。早朝の長門湯本温泉を散策したいと思います。路地を溢れる感じ。なんかあの向こうおしゃれだよな。ああどんな感じなんでしょう。あれなんか気になる。いやあそこで多分なんか食事とかするんでしょうか。川沿いに。ああ川どこね。川ゆか。夜がなんか良さそうやね。夜良さそうね。長門湯本温泉は長門市にある600年の歴史を持つ温泉地で、落ち着いた雰囲気と美しい自然環境が魅力で、足湯や温泉街の散策も楽しめます。なんかもう日々の疲れの温泉とこの景色で流れ去っているんですよ。これ桜か、めちゃめちゃいいんじゃない。なんか夜桜であそこで、ああ見るっていうのもあるし、この川の水もむちゃくちゃ綺麗な。綺麗ね。むちゃくちゃ綺麗ほら。はい、ということで、今日は2日目、山口県は長門湯本温泉に宿泊をいたしまして、朝ごはんをがっつり食べまして今日の旅に出ていきたいと思います。長門湯本温泉ね、ちょっと散策したんですけど、なんかめっちゃ雰囲気、雰囲気いいですね。いいね。過密なスケジュールですのでゆっくりできませんけれども、非常にいい温泉の雰囲気がありますので、またぜひ来てみたいと思います。加藤さん、今日の工程意気込みをお願いいたします。はい、今日はあの、はい、萩の方を散策観光して、はいはい、秋吉台の方に向かうんですけども、はいはい、ただあれですね、昨日ですね145キロ累積1800ぐらい登ってましてですね、はい、淡市の距離プラス600ぐらい、ね、登ってるので思いのほかあの足の疲労が来ててですね、顔もむくれ気味の感じですのであのどこまで行けるか分かりませんが、はい、まあ、今日も安全に、はいはい、あの行きたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。なんかもう向こうの先までオレンジのガードレールが潮を目指している感じ、気持ちよすぎです。どこまでも焦げる感じですね。前半こんなに登ると思ってなかったけど、そういう仕事でございます。結構登った。結構登りましたね。下りと思ってたら結構登りました。前半から今日は1000アップの予定でございます。頑張りましょう。はい、萩市街の方に向けていきます。到着いたしました。海が見える。道の駅三三三味は長門市にある休憩スポットで、地元の新鮮な農産物や特産品が販売されています。道の駅からのオーシャンビューは特に最高でございます。休憩です、はあ、地元の名産品がある感じでございましょうか。かわいい。今日の猫模様。高杉晋作、吉田修雄、伊藤孝光、伊藤博文。これ絶対美味しいやつだ。川も綺麗ですね。リングロード。ちょい感じということで。良いふまったりポタリング。ようやく萩のあたりに入ってまいりました。めっちゃ歴史ある感じの街並みですね。萩城下町は萩城の周囲に広がる歴史的な街並みで、白壁や土塀の武家屋敷が保存され、江戸時代の風情を感じられるエリアで人気スポットでございます。散策が楽しそうだな。街並み保存地区とかなんかね、きっと。ここが城跡なんですか。お、城跡やね。すごいね、この石とか。これ、お城好きの人にはたまらない感じの、ね、史跡萩城跡。
はい、萩城跡は江戸時代の城跡で、かつて毛利氏のお城だったようでございます。現在は石垣や堀が残っておりまして、桜や紅葉の名所として知られています。石垣のあのこのこのラインがたまらなくたまらなくいいですね。お城があったらねすごいいいでしょうけどね、あの後ろの山に入る感じなんでしょうね。城跡でございました。結構レンタサイクルを乗ってる人がね多くいらっしゃった感じでございました。若い人ね多かったですね、レンタサイクルの方がね。素敵なお店をちょっとだけ失礼したいと思います。萩焼きっていうやつなんですかね。そうですね、はあ、はい、そうですか。ちょっと初めて来たのでちょっと興味津々でございます。萩焼き、はあ、すごいな、いい、うまい、いい子でした。なんかなんかここもめっちゃおしゃれなおしゃれな感じですね。今度来た時は食べよう。写真撮っときます。お願いします。お写真入ってもいいですか。はいはい、行かれたら右手に駐輪場がありますから。あ、わかりました。はい、ありがとうございます。はい、松下村塾は山口県萩市松本村にありまして、幕末に吉田松陰が主催した私塾になります。あの伊藤博文や高杉晋作を輩出した塾として有名でございます。松陰神社すごい、ここに止めますか。国指定松下村塾ではないですよね。はい、はい、正しくは松下村塾ですね。自信なさげな感じなんですけど山口県はね歴史をね深く感じる場所でございますね。なんかすごいな、これもすごいな、はあ、なんか見てるだけでもすごいですね。歴史とロマンを感じる場所でございます。講義室ですね、すごいな。ここで講義があったんでしょうね、吉田松陰さん。電車ラック遊びます。はい、こちらは歴史の道、萩王冠沿いにある道の駅でございます。建物の前には吉田松陰や高杉晋作、幕末の志士たちの銅像が立ち並んでおります。あれ多分あの高杉晋作さんですね。さっきも高杉晋作さんと撮ったはずなんですけどね。ごぼう一本一本かと思ったら全部くっついてました。お蕎麦美味しゅうございました。とてもおうどん、おうどんね、はい、柔らかくて美味しかったです。ちょっと予定より1時間遅れくらい。大正堂、はい、こちら大正堂美祢市にある観光施設で、見応えのある石柱や鍾乳石が多く、自然の神秘を楽しめるパワースポットの一つでございます。休館日って書いてますね、大正堂西風へ。マジですか、残念。水木は定休日です。今日水曜日ですね。なんとここはレンタサイクルやってる感じですかね。松岡店長お会いできず残念でございます。またお会いいたしましょう。ちょっとなんか開けてきたね。うん、これめちゃめちゃ期待できるんちゃうの。期待できそう。去年のリベンジを。去年来たんですけどね、ちょっと
天気がいまいちだったんですけど、ちょっとすすきが黄金に輝いてる感じが綺麗綺麗しますね。うわめちゃめちゃ綺麗かな。うわめっちゃ綺麗わ。どっかで写真も撮りたいな、はい、あそこのでも見晴らしいとこがいいね。ありますか、そこで撮りましょう。うわすすきがすげえわ、すごっ、めっちゃ綺麗ね。うわ宮城でもすごい、すごい。これ山口県さん最高じゃいますかね、この季節。うわすごい、なんかもうススキが黄金に輝いてるわ、すごい。いかがですか。いいね、いい天気で、いい天気でも最高。秋もいいね。秋もいいわ。なんとなく春とか5月かな、春とかね、夏の緑が鮮やかな時がいいかなと思いますけどね、うん、全然いいわ。はあ、めっちゃいい、めっちゃいいっす。最高のカルスト秋吉台にやってまいりました。家族さんいかがでございますか。最高の天気でよかったです。最高の天気ですね、はい、これですよ、日本最大級のカルスト、すごいな。白い石灰岩がねプチプチと見えてますが、すごいね、超雄大です、はい、雲がほぼほんとね上の方ないですね。これはすごいわ。十分任務果たせたんじゃないかと思いますけどほっとしてますが、いい日に来れたですね、はい、ほんとね、うん、まあ、けど一回ねキャンセルしますからね、うん、宿も取ってたんですけどね、うん、天気が悪くて。やっぱこういう冬はいいです ね、はい、このちっちゃいタイヤのミニベロカラクル工事で参りました。まだもうちょっとありますね、はい、もうちょっとありますんで、はいはい、ライドをね楽しんでいきましょう、はいはい、うわ最高。え、マサ君と言ってた地獄ダイヤけど今日は天国でございました。いやー気持ちいい、最高最高です。山口ね本当最高だ。うーわまだこれすごいの見えてきたで、これ以上ないやろこの撮れ高、最高だわ。うーわもう大パノラマ、前こんな見えへんかったね、すごい。あちゃんと登山道があるんですねこれね。いっしょー、ススキも含めてすごいね。どうもありがとうございます山口健さん。うわーすげー。はい、家族さんお疲れ様でございました。お疲れ様でした。今日76キロ、2日で230ぐらいです。230キロ走った、はい、家族さんすごいですね。いやいいところ行けました、ね、いや最後のカルストむちゃくちゃ良かったね。良かった、はい、最高に良かった、うん、黄金に輝くススキめちゃめちゃ良かったですね。秋も良かったですね。秋いい、うん、なんとなく夏とかね、そう春のイメージがありましたけどね、うん、すごい良かった、はい、山口県最高ですね。最高でしたね。最高ですね。いやー本当良かった。いやこれにてね無事山口県を PR する任務終了でございます、はい、と思ったのも束の間、はい、この後、はいはい、何するんでしたっけ。 e バイクですね。 e バイク秋吉台カルストで、秋吉台でレンタルの e バイクがあるので、はい、加藤さんそれも乗ってくださいと、はい、どんだけ働かすんですか。この後行きましょう。この後ね、この後はい、もう一回行って、はい、e バイク乗りますので、はい、そこまで皆さんチェックしてくださいませ。はい。今日はちょっとエンディングでございます。はい。はい、お疲れです。これめちゃめちゃ面白いわ。カツオさんいけてる？これめちゃめちゃ面白い。ちょ待って、めちゃめちゃ面白いでこれ。カツオ君もいつも。いかがですかカツオさん。痛いね。マウンテンバイクを真剣に乗るの初めてやけど、思ってる以上に面白いやん。全然気は使えません。いやいやけど借り物やから気を使いましょう。
今日220キロ走りましたけど全然足に来ないですね。はい、今からですねマウンテン e バイク体験することになりまして、はい、ちょっとね走ってきたんですけれども、はい、加速さんいかがですか。めちゃくちゃ面白いですね。めちゃめちゃ面白いなこれ、まあ、昨日と今日で220キロ走ってきたんですけど、うん、足に全然来ないですね。来ないですね。上りもあったんですけどね。めちゃくちゃアシスト効いてて、はい、めちゃめちゃアシスト効いてる。自転車自体はマウンテンバイクでなんかめちゃめちゃ重そうですけどね、全然重さは感じないですね。感じないね。感じないですね。これがねなんかあの来年の春ぐらいから、うん、ここ秋吉台でツアーがねあるようですので、うん、これをねしに来るだけでも結構楽しいかもしれませんね、うん、またあのさっきのカルストと走るのとまた違う感じで、また違う、全然違う、オフロードを走る感じです ね, ね、はい、じゃあもうちょっとね、はい、楽しんでいきたいと思いますので、はい、楽しみに見てください、はいはい、超楽ちんやねこれ。これ空気圧どれぐらいなんやろな、ね、お、ちょっとこの辺怪しいけど行けるのか、行けるのかこれ、うわ行けるかこれ、お、うわ行けた行けた、うわ行けました、すごい行けましたね。デコボコも大丈夫やね全然行けるわ。しかもこの景色ですよ、この景色、しかもこの景色これめちゃめちゃ面白いな。これめちゃくちゃいいねこれここからもいいね、景色がめちゃめちゃいいわ、めちゃめちゃ楽しい、そして景色も最高。うわーすごい、うわーこれすごい、全然いけんね、いけるいける、めっちゃアシストかかるわ、すごいかかるかかる。これなんかパンクせえへんのかね。ねえ、でも安心やね。これなんかお尻痛くならないんちゃう。ならないね、確かにタイヤが太いから、タイヤ太いのと空気圧が少ないからさ、うん、わこんな砂利でも全然平気、砂利も面白いね。めちゃめちゃ面白いやんかこれ、うひょ、めっさ楽しいわ。むちゃくちゃ綺麗なススキが、カツオクさんのもう白姿がすごいいいわ、最高です。これはこのぐらいの時間帯がいいんでしょうねきっとね、めちゃめちゃいいわ。